ついに明かされる伝説の始まり、龍が如くゼロ誓いの場所、待望のプレイ動画をたっぷりご紹介します。はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。はい、龍が如くゼロ中プロデューサーの横山です。錦山明役中谷勝弘です。はい、プレイ動画もついに残り2回ということで、はい、はい、来たんですけど、はい、ここに来てついに、うん、もうそろそろ発売なんでね。そうですね、あっという間に。そうなんですよ、はい、もう今日はですね、はい、もう素直に頭からゲームのおやりながら、はい、ちょっと最後のご紹介をできればと思っております。はい、うん、まず今日桐生編の冒頭をやりたいと思ってるんですけど、はい、その桐生編を一緒にプレイしていただける、うん、はい、解説していただけるゲスト呼んであります、はい、こちらの方です。どうぞどうぞ。龍が如くゼロ、誓いの場所、プロデューサーの島野です。はい、どうも。イエーイ。実はあれなんです。僕以外僕チーフプロデューサーって、まあ、今回肩書きですけど、はい、一緒にプロデューサーという形で制作進行を、はい、やっていただいてる数少ないバブル期をおちょっといかすってきた方なんですよ。そうですね、はい、バブルの匂いをするでしょ。だってちょっと、まあ、確かに、うん、まだ結構昼間なんですよ実は皆さん。これなのにタキシード来てますからね、はい、そう、その時点でもバブルですよ。真島を意識してちょっとタキシード風でらしいですよ。はい、そうなんですね。だけど白いシャツをもう母ちゃんが準備しといてくれなかったらしくてそれで、まあ、実家に住んでるんですけどね。もうどうも真島と同じ格好できなかったんですって。そうですね、うん、今日は黒で黒シャツで、はい、決めてみます。ちょっとスペシャルな感じで、はい、95% 開発の人間がバブルを知らない中で 5% の知ってるところに入ってほしいです。すごい。そうですね。いくつぐらいでした？当時18ですね。18でしょ。はい、遊んでた。もう18ではもう新宿では遊んでましたね。お、はい、ディスコとか行ってましたね。早い時間ですけどね。早い時間、はい、あんま遅い時間まで行くと補導されちゃうんでそうなんですね。早い時間で行ってましたね。なるほどなるほど、はい、当時あれですからね、フリードリンクフリーフードっつって。マジで？そうですよ。それでもうこうよそってピラフよそってでお酒は飲まないですけどジュースで乾杯ですから、はい、へえ。こういう細かなプチ情報が生きてるわけですよ。なるほどなるほど、はい、うん、面白おかしく伝えていければと思います。はい、はい、どうかご期待ください。最速プレイ動画第7回は壮大なドラマの序章第1章桐生編をご紹介します。それではですね、はい、もう桐生編ということですね。見てください、最初からって。これシステムメニューです。あ、もうここからいきますからね。はい、ここからもういきなりいきます、はい、いきます。これイージーノーマルハードってありますけど、ノーマルからいっちゃいましょうかね。はい、いやワクワクしますね。そろそろ体験版とかも届くと思うんですけど、うん、なるほどなるほど。体験版の方でももうまんま今日やる実は、はい、小ごと入れようと思ってますんで、うん、じゃあ、ね、まあ途中までだと思いますけどね。はい、うん、ここは殻の一つもと、はい、まあキーになる場所ですよね。そうですね、はい、本当に冒頭のシーンです、はい、いきなりこの弱ってる弱そうなサラリーマンを追い詰めて、こんなの今の桐生で絶対ないじゃないですか。考えられないですよね。このシーンから入ったんです。だからその、うん、なるほど。若いってどういうことなんだって言った時に、はい、その強いとか肌が綺麗とかそういうことじゃないですよ、はい、まあ、もちろんそういうのもあるんだけど、うん、それ以上に考え方が若いんですよ。生き方というのは。もう蹴りなんかもうえげつないですから ね、 ね、今同じことを桐生一馬が40いくつでやるとしても違うやり方すると思うね、はい、確かに確かに、うん、この方法しか取れないのが若さだったりする。はい、うん、もうカツアゲですよ簡単に言うと。これ、ね、うん、財布からお金を取りバーンと捨て、今の切れだったらこのまま去るところ若いからさらに蹴っていくみたいな、ね、あ、うん、邪魔だというあんまりですからね。で踏んだ新聞の足元にはカムロ町21世紀再開発計画の話が載ってる。なるほど、話の軸はこれになるってこと。当時のこう髪型とかもですね、はい、こういった髪型こう真ん中分けそうですね、だったりとかですね、はい、いろいろこれも研究して入れてますんで。もう女性陣の髪型がまたちょっとこうツンツン系、はい、立ってるような感じ。それ以上にまたこの会話内容なんですよね、はい、このちゃらけたさ、はいはい、おなんだてめえ言ってんだよ。おいちょっと待てよこれ。すごいあのスーツのネクタイといい君の何かを見て驚いてますね
ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。おい、よしお、よしお、やっちゃいましたね。よしお、やってしまいましたね。あー、肩つかんだだけでも褒めてやろうか。いやもう、でかいけどね、藤井さん。よく行きましたね、これね。ね、飲んでるとはいえ、どうも人でも殺してきたんじゃないかっていう感じですもんね。いや、もう本当にそんな感じですよね。あ、ちょっと面白くないですか、この。あら、実は今回ですね、イベントシーンでこういうシーンもあるんです。いわゆる今までの通常会話のはい、シーンありましたね。音がついててテキストが出てるみたいな、それのさらに発展版みたいな感じで、はい、こういう新しい実は会話シーンみたいなのが作ってた、はい、ちょっと封筒がこのままでいいっすか。今までの龍が如くだったら多分カタカタカタみたいな会話でやってたと思うんですけど、はい、こういう風にイベンタリーというか、なるほど、うん、ちょっと絵的にも、はい、まあ動く漫画みたいな感じ。はいはいはい、はい、実はさっきカツアゲに見せかけてた金は、はい、この金貸しに頼まれて取ってきてたんですね、実はキリス。回収ですよね。回収なんですよ、簡単に言うと、はい、しかもバイトなんです。なるほどなるほど。キリさん、そのいわゆる、まあ、じゃあヤクザのしのぎと言われるも の,、はい、ものってみかじめとか、はい、まあ、管理とか、まあ、いろいろあると思うんですよ、はい、そんな中キリさんやっぱなかなか不器用なんで仕事ないですあんまなるほど。だからこうやって、はい、まあ、アルバイトという形で回収をして、うん、はい、で今これ初めてこの人と仕事したからつってご祝儀でさらに上乗せでお金をございます。なるほど、もらってで行っちゃう金貸しに対して捨てゼリフ。金貸しが偉そうに、こういう人なんですよ。まだめんどくせ、うん、はい、オープニングムービーです。素晴らしい。おー、こうなりますか。実際ボディコンいましたからね。いや、うん、ワンレンボディコンと言われる方々ですよね。うん、僕も見に行きましたね。時代ですよ。いや普通に歩いてたわけですもんね。うわー嬉しい。3番目僕いいんですか。3番目よ。いやー、ありがとうございます。セブンスター吸ってんだよね、キリュウ。今見ました、細かくセブンスターって入ってんの。今回銘柄を明らかにしました、初めて龍が如くで。キリュウセブンスターっす。湘南乃風さんの曲がぴったり合いますね。すごい。あ、今回はね、全部が全部ピタッと合ってんのよ。いやー、うん、がっちり組んでますね。ポケベル効果出た。何してるってきてんだね今。なるほど、うん、暗号ですよねもう、うん違う。この頃ショルダーフォンってあのなんかすごいもう声を持ってガチャコーンみたいな戦場みたいな感じですよね。そうそうそう、うん、建築会社の社長の友達のお父さんとかディズニーランドに持ってってって思う思いって言いながら出てましたから、うん、そういう時代なの。それは携帯と言えるのか、うん、しかも5分とかしか話せないんでこんなでかいバッテリーそうなんですか。ね、まあこれ錦と待ち合わせこの辺りのはずだ。さっきポケベルに何してるって送ってたのこれ錦なんです。はあ、うん、錦が久々飲もうぜっていう。なるほど、合図なんですね。そう、で、で、桐生に何か用事があって誰かから呼び出されるって時はポケベルっていうのが、ね、あのポーズメニューからメニューとしてあって、はい、そこでメッセージを読むと、はい、で、公衆電話でかけ直すって言ったんです。あ、なるほどなるほど、なんかこれ今お要はなんかまあカツアゲというか、はい、町の若いやつらのこういうのを錦、はい、と待ち合わせしてる時にまだ錦が来てないのに見ちゃったと。はいはいはい、うん、キリさんね、やっぱ若い頃から癖があって、はい、簡単に言うとおせっかいなんですね、すごく。あ、うん、確かに確かに、うん、トラブルに入っていってしまう、まあ、癖があるようで、はい、まあ、ほっとけないというか、まあ当然、うん、助けてやるよとかじゃなくて何してんだって感じなんだけどね、はい、自ら飛び込んでいっちゃうでヤンキーから変わってる時代がこう、なんでしょう、はい、過渡期というか、はい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 、おしゃれなヤンキーみたいなのが出てきたところですね。あ、なるほど、うん、でまあ、最初なので恒例のチュートリアルが入ってます、はい、ここで技を覚えてくださいねみたいなのがあって楽しいな。殴り方も豪快そうですね。本当に荒々しい。おお、はい、キレが違うなキレが違います、ね、キレ違いますね。二十歳ですからね。おお、うん、来たよ。お、相変わらず容赦聞き慣れた。なんかあれ聞いたことあるような声。おめえいつまで経っても来ねえか。いいですよね、こう回してるところね。よく言いますよね錦山君実はですね、最近車を買ったんです、はい、お、
そうなんですよね。っていう設定なんですよね。でまあその車でよくいろんなとこ行くんですけど、うん、だから嬉しいからキー回してる。ああ、乗ってるぞっていうこと。いたでしょ。まあいましたいました。こういうキー回してる先輩とかいたでしょ。いましたいました。高校出てすぐさセルシオとか買ってさ嬉しいからこうやってそうとか言って高校に遊びに来るんですよね。そうなんよ。用ないでしょみたいな。そう用ないのにマイカー乗って来るんですよね。昼ますよっつって。これ今から錦、はい、の馴染みの店とかに飲み行こうぜみたいな感じで二人で歩いてるんだけど、はい、まあこれ R2 ボタン押してるとこうやって錦山にずっとついていって、はい、ついていきながら二人でたあいもない話をこうしてる、はい、おめえ会話がいいんですよね。ちゃんと出入りしてるから当時の二人の関係性っていうのがすごく見えて、はい、何でも知っとかねえとな。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ、はい、おこんなのが錦山知り合いなわけですよ。いいですね、性病科の前で聞いてますね。場所柄ね、やっぱり多いんですよね。なんだよ錦山君、顔売れてるんですよこう夜の街で。あ、なるほど、いろいろ出入りしてるんですね、うんうん、そんなこと言うなよ。ほら見てください、ほらお小遣いだ。金あげてますよ、小遣い。二十歳で小遣いあげれちゃうんですからね。やった信じてるよ。いいな、声かけただけで2万もらえんのか。そっちっすか。そっちっすか。生きていこと。逆錦山くんって言えば2万でしょ。何とでも言うよ。錦になりたいとまでは思わないですよ、ここ。あっちのホステスになりたいわ。声かけりゃいいんだ。いや、まあ確かにそうですけど、けどそうじゃねえ、女と繋がっとくことが大事。でもこれも錦山にとっては作戦の一つなんです、はい、うん、いいか、出世街道に乗るための兄貴たちは基本的に女にモテない。そうなんだ。見るからにヤクザでございますって格好してるからな。まあ88年っていうとそうですね。いわゆるそういう人たちっていうとパンチ。兄貴たちと飲む時、今そんな人いないですよ、あんま。そうですね、うん、おしゃれです、どっちかっていうと。もうどっちかっていうとね、そういう感じじゃないですか。だからかっこいいネオヤクザみたいな、はい、のの走りが錦山で、うん、変な話、桐生はまだボンタン入っちゃうよ、下。入ってそう、確かに。おやっさんの背中を追いかけて。ケリューはあくまでもおやっさん。はい。風間のおやっさんが全てで、はい、育ての親の。要は風間のおやっさんも地味な服着てるような人なんです。うん、でもおやっさんの領域まで行くともう顔で生きてられる。はい、でもそこまで行くには何したらいいか分かんないです、ケリューは。はい、うん、で錦は。もしかしたらのし上がり方が分かってるから。今のままでもほら言ってますよ、お前は今のままでいいのかもしれない、ね、うん、おめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃ、変な話錦が一番やっぱ桐生の凄さ知ってるわけですよ。そうですね、間近にこれぐらい近い距離にいたらやっぱり、うん、そこがいいんですよ。最後までやっぱ錦はね桐生のこと認めてんの、うん、ずっと組の組というような感じで、まあ仲いいんですよ。まあいろいろあるけど、うん、友達だから、はい、飲もうみたいな感じで、でまあこれ一丁カラオケ行くかっていう、お出たスナックですからね、はい、うん、さっき歌えるからすぐ後ろにありましたからね、うわ、これはやりますか。中谷和弘カラオケに挑戦。はい、お待たせしました。あ、はい、中谷さん専用コントローラーです。ありがとうございます。いや、いよいよダブルで、うん、いよいよ、はい、お二人に持ってきてもらえるようになってしまいましたよ。ありがとうございます、うん、一生懸命頑張ります。ください。はい、出た。いいね、スナックで歌ってるよ。はい、え、マスターが手叩いてる。ね、あれうまいですね。初見で練習してないですよね。いないよ。うまいな。うん、錦いるんですよ。いたいる、見てる余裕ないで、後ろに。すいません。この二人の関係を示すような、これノーアイメージですからね、俺らは今こうなんです。やべ、すごいですよ。まあですね、ありがとうございます。ノリノリだな、すげえ格好。無茶振りした割には全然上手くてショックです。お、あ、でも88点、すごい上手いですよ、うん、はあ、当時っぽいでしょ。いや、もうこの、もうね、本当に今回ね、
あのびっくりするぐらい全部いろいろ作り直さなきゃいけなくて、当時仕様に合わせると。ああ、なるほどなるほど。テレビの際でも4対3だからね。いやもう本当そうですよね。これ最後の締めにラーメンでも食いに行くかっつって2人で食いに来たんですよ。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねって言ったろ。そら食えないでしょうね。大盛りだったのに6時とかじゃねえ。しかも大盛り若いな。でも食ってますからね。結局食ったんです。いやすごい。残すんじゃねえって西君に言われた。二十歳ですからね、まだ食えるんですよね。でここでなんか2人で不意にテレビのニュースを見る。警視庁では殺人事件と見て付近を捜査中です。で見てみると、こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって俺が取り立てした場所だ。おいおいお前マジか。笑っちゃいけないけど、いやそのリアルなんだよ。あのまあここで分かるのが、はい、冒頭のシーンで桐生がのキックして取り立ててた、はい、彼が死んじゃったんです。わずかに残る更地に倒れていた。彼がで殺人事件として捜査、はい、されてるという。あまあなんだけどオケベルが俺じゃねえと思うんだけどベルが鳴る。はいはい、早速組んだら呼び出しを受けてしまいましたと。血の気引いちゃうなこれ。ここから大きく動き出すで、はい、結局組から呼び出しを受けて、はい、まあいろいろあった後、はい、堂島組の組事務所に事情を説明しに。でかいですね。当時の堂島組ってやっぱ優勢を誇ってるので、これ組事務所です。はい、うん、当時から気も座ってますよね。いや、うん、何の動揺もしてないっていう。でもね、呼び出されたのはこいつ。いやー出た。いやだ、帰りたい。おう、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。うわ、偉くなったもんだね。おうっていうのがもう恐ろしい。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。わかりたい。何怖いっていう。わかりたくない。緊張で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあクゼの兄貴、ゴルフ行こうとしてたね。多分3人でゴルフ行こうとしてたんですね。まあこの2人かもしれないですけど。なるほどなるほど。でも朝っぱらから呼び出してしまったんですよ。起きてたんですよ。だからゴルフ行かなきゃいけないから。そうなんですね。したら見て東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのおめえだろ。情報入ってたんですね、あの社長。もっとなるほど、うん、あいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。山間部はこう座り方一つでもちょっと性格が現れてるんですよね。確かに見てください、前のめり後ろ寄っかかり直立の。これがそのままキャラに出てるんです、はい、なるほどなるほど、はい、これもう僕の最初からのコンセプトで、あ、そういう3人を作ろうって言ってやってるんですけど、なるほどなるほど、ね、もうまさにそういう人なんです。クゼはもう基本前のめり、うん、前に前に行く人ですね。阿波野は基本あなんつうの優雅なんです。はい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 、うん、がっぷり四つでこう、ね、あまあ余裕余裕みたいな、楽しんじゃうという世の中をみたいな。はい、うん、自分はとにかく真面目。いやもう直立不動みたいな、うん、全く動じないっていう。飲み行くなら阿波野かな。ああでもそうかもしれない。とりあえずは楽しく飲めそうな気もしますけど。クゼさんはちょっと仲良くなったら兄貴、結構クゼと兄貴も悪くない。あ確かに確かに。渋沢兄貴一番話つまんなそうです。そうですね、はい、あのちょっとなんか無言の時間多そうだなみたいな。そうですね、行きた心地しねえなカルビー、味しねえよみたいな、そういう感じが。美味しいです。まあそんな感じでこう怒られ、はい、タキリをさ、はい、まあ要はですね、あの取り立てた場所がすごく悪いと。はい、あの空の一坪って場所は、はい、今東上界がみんな狙ってる土地なんですと、はいはい、で実は所有者がわからない、はい、であの土地を手に入れるとこのカムロ町再開発計画の、はい、ミレニアムタワーってこれからまあ建つんだけど、はい、それの利権を取ることができると、はい、みんな取ろうとしてるんだけど、はい、そんな折おめえがあの場所で目立つことをやってくれて、で要するに人を殺したことは問題としてないです、この人たちは。あなるほど。そんなもんお前が無事にでも行ってこいと、
無所に行って7、8年臭い飯食いやコタ収まるっつってんだから、はい、別にそんなな、どう好きにしてくれと、はい、それよりなんであそこでやってくれてんだってっていう話なんです。なるほど。でこの後ですね、その責任はお前をこの道に連れ込んだ風間組にあるんじゃないかと。なるほど。風間のおやさんですね、はい、で風間のおやさん、この人たちより1個上の若頭ですから、はいはい、この3人とも風間のおやじに消えてほしいわけですよ。後釜狙ってるんですよ、はい、この3人で桐生の剣を足掛かりに、はい、風間のおやじを陥落させて、はい、誰が後に来るんだみたいな内部抗争劇が繰り広げられていくんですが、これまだ一章の中盤ぐらいなんですが、はい、あら残念、あ時間が経ってしまいましたんで申し訳ございません。実はですね、本音を言うと、はい、一章の終わりか下手したら二章の終わりぐらいまで今日見せれるんじゃないかなと思ってたんですけど、うんですね、まあ、ご覧いただいてちょっと分かったかもしれないですけど、すごいボリュームなんですよ今回、はい、実はそうなんですよね。通常の龍が如くよりかなり長いです、うん、お話もそうです。まあ三巻部もいやー、力満点で、そうですね、濃いですね、うん、もうね、やっと怖いシーンが作れましたCG で怖いってなかなかね難しいんですよ、まあ、いくら言ったところですけど、顔で怖いしね、うん、雰囲気で、どうですかあの3人、怖いですか？怖いです。あ、怖い、もうハモって怖いですと誰が一番怖い、女性から見ると。直立の人が、あ、渋沢なんだやっぱり。あ、そうなんだ。そうなんですね。あれと焼肉行っても美味しくないよね多分ね。美味しくない。俺もそうだと思う、うん、というわけで、まあ、今日は桐生編の、はい、まあ、結局衣装途中までしか行かなかったですけど、すいません、見ていただいたんですけども、実はちょっと面白い話を紹介しておくとですね、今回予約特典の冊子で、はい、龍が如くホットドッグプレスという雑誌を作ってるんですよ、はい、これですね、あの1988年カムロ町のヤクザ事情今みたいな感じの特集とかやってるんですよ。へー、これ非常に面白くてですね、冒頭まず堂島宗平さんのコラムとかから始まったりするんですけど本当大真面目にやってますからね。大真面目に、当時あったホットドッグプレスを、はい、そのままカムロ町のここにいたらっていう、まあ、蒼天堀版もあるんですけども、はい、とかあとガイドブックになってて、もちろん攻略にも使えるんですよ、はいはい、お店のね。あ、なるほど。そこで錦山明くんイケイケの密着24時みたいな企画があるんですよ、はい、でこれで今ちょうど見てもらった桐生と会う、はい、で会ってから遊んで桐生、はい、と別れるまでみたいなのありますよね。ありました。あれの前後が分かるっていう、錦山君に密着取材してるんで、ホットドッグがいいんですかそんなに。ゲームで描かれてない錦山のあの日の出来事とかがこの小冊子で読めたりとかもしますんでこちらぜひ予約特典になってますので、はい、初回必ず予約していただければついてきます、はい、ただ今回予約しないとかなり手に入らないかもしれませんので、ぜひご予約いただければ。ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ。次回はいよいよですね、はい、真島編の1章、はい、2章いけるかな、どこまでいけるか分からないですけど、はい、時間を許す限りお伝えしていければと思ってますんで、はい、お楽しみにということで、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回の最速プレイ動画は狂犬の過去がついに明かされる真島編、魅力ある新キャラクターも続々登場、お楽しみに。